はい、ナマステ。このビデオは、第1週の、日本語、すみません、JFMD の、行動中心アプローチの第1週の、5本目のビデオになりますね。もうこれが最後です、今週はね。はい。このビデオでは課題についてお知らせしますね。はい。課題はもうここに書いてありますけれど、今日ここでね、紹介してきました。自分の強み、自分のよく知っている行動でいいです。自分のよく知っている行動をまず1つ選んで、例えば英語の先生の行動とかね、スケートボードをする人の行動とか、そういうのを一つ選んで、その人のする行動のリストを、50個ぐらいね、50個ぐらい、50個以上出してください。はい。で、いろんな行動を全部混ぜるんじゃないんですね。例えば私は、家庭では父親でもありますけど、日本語の先生でもありますし、ツイッターのユーザーでもありますよね。で、そういうのをバラバラに全部するんじゃなくて、例えばツイッターのユーザーとして、ツイッターのユーザーとしての行動を書くんだったら、父親としての行動とか、日本語教師の行動とかは書かない。一つの特定の、一つの分野、それを選んで、それだけにしてください。で、インドに住んでいる人は、Google クラスルームで、このね、課題を出してほしいと思います。インド以外の人は、皆さんの班のグループチャットで共有してほしいと思いますね。で、締め切りは、クラスのチャットでお知らせします。大体1週間、次の授業までと考えていただければいいです。参考文献はね、実を言うと、行動中心アプローチの分かりやすい、入門書ってないんですよね。だけど、このね、日本語教師のためのセフアールっていうのは、セフアールはその行動中心アプローチの一番オリジナルのところですから、ここのところに行動中心アプローチとは何かっていうのも、そういう部分がありますね。あと、それからこのコースですけど、その皆さんがオリジナルの行動をもとに、コース開発をするっていうね、このアイデアについて僕が最初に自分のブログに書いた時の記事ね、皆さん読みたかったらこれを読んでみてください。多分普通の、有名な教科書をね、それみんなの日本語でもいいし、丸ごとでも彩りでもいいんですけど、そういう、もうみんなが知っている教科書を、その教科書に従って授業をするよりは、皆さんがオリジナルのコースを、作ってですね、その人だけの、皆さんだけができる、そういうコースを開発する方が多分収入も上がるんじゃないかなというふうに僕は思って、それを提案している時のブログがこれです。ただ、これはですね、もうどのぐらいニーズがあるか、そのマーケットがあるか、そういうことにもよりますので、僕の方でね、必ず皆さんの収入がね、皆さんがお金持ちになりますよと、そういうふうに約束することはできません。すいません。はい。ですけど、そうした方が可能性があるんじゃないかなと思いますし、日本語教育の、多様性も広がるので、僕は皆さんにぜひオリジナルのコースを開発してほしいと思っています。はい。その次はですね、来週は Can Do ステートメントの書き方、それをご紹介したいと思っています。はい。それでは今週の、ビデオはここまでになります。はい。フィルムレンゲー。お、ちょっと待って。あれ。